その難度ではそれも千葉田随一を誇りますムヒナです。先ほどの段違いは 9.80 と最高得点を挙げました。ムヒナの平均台、ヨーロッパ選手権ではこの平均台で 9.80 で優勝、金メダルを取りました。ちょっとぐらつきましたね。今度は決まりました。いやー素晴らしいですね、はい、この床と同じように平均台の台上で蹴ってるんですからね、素晴らしいですよ、はい、しっかりと見てますね。そうですね、まあ、このヨーロッパ選手権で小丸内が優勝して、まあ、あの時はちょっとした種目別でトラブルがあって、このムヒナの名前がですね後半だってガーッとまた出てきたんですが、ヨーロッパ選手権ではこの平均台とそれから、ゆかでも優勝しましたムヒナであります。